はい、どうも、はい、今日は今日も、質問をいただいています、はい、外国人はエジプトの不動産を2件しか買えないと聞きました。本当ですか？本当だね、はい。一応エジプトの不動産を買う際に、はい、外国人に対しての規制はあって、はい、まあ、それが2件までしか買えないというところだね、はい。でまあ、正確に言うと2件までしか買えないというよりは2件までしか登記ができないというところだね、はい。でただ、まあ、それ自体は間違ってはないんだけど、はい、ただ抜け道的なものも存在はしているというところで、はい、今のこの法律でいうと外国人は2件までしか登記ができないということじゃん、はいはい。ってことは逆に考えると外国人じゃなければ2件以上買えますよねっていう話じゃん、はい。じゃあエジプト人だったら買えるのかってことで、はい、買えるって話なんだけど、はい、じゃあどうするかっていうと、はい、エジプト人の友達に代わりに買ってもらう、はい、あ、それはちょっと提供金のパターンと一緒でダメなやつです。これはもう論外ですよ、はい。だからもう少しまともなスキームでやっていくんだけど、はい、エジプト法人を活用するっていう方法だね。で法人って漢字で書くと法律の方に人っていうところで法人でしょ、はいはい。あれはどういう意味かっていうと、はい、法律で人と同じ権利を与えてますよっていう意味なんだよ。あ、なるほど。だから法人って人と同じなんだよ、はい。でまあ、人ではないけどね、一応会社という組織なんだけど、はい、まあ、ただそれで法律で人と同じ権利を与えてますよってことなんだよ、はい。でこれがだから日本法人ってなってくると、はい、エジプト政府からすると外国法人だから外国人って扱いじゃん、はい。でもこれがエジプト法人ってなってくると、はい、国内の法人だからエジプト人って扱いなわけ、はいはい。でじゃあエジプト法人を登記しましょうってなった時には外国人が 100% 株主でも OK だし、はい、外国人が代表者でも OK ということで、いいんですね、はい。ってなると投資家の方がこっちで不動産をいろいろ回していくためにエジプト法人を作ります、はい。でその法人で不動産を買ってきますっていうのは2件という制限はなくなってくるっていうところだね、はい。でさらにもう一個メリットがあってエジプトの法人で、不動産を買っていくってなった時に、はい、最初のじゃあ1件目を、現金で一括で買いますみたいな状態にしといて、はい、で家賃収入が入ってくるじゃん、はい。その時に銀行からお金を借りやすくはなってくる、うんうん。で銀行から見た時に、はい、まあ、そのエジプト法人に対して、融資をつけるわけだけど、はい、まずそのエジプト法人が家賃収入が入ってきてますっていう状態で黒字になってるよね、はい、のが1点、うん。でさらに不動産という資産を持ってるっていうのが1点、はい。でその不動産をもし担保に差し出せれるっていう話なのであれば銀行からしてみたらめちゃめちゃお金を貸し出しやすいよね、はいはいはい。めっちゃいいお客さんですよね。そう、はい。でそれから銀行からお金を引っ張ってきたもので2件目を買っていく、はい。でじゃあそこで、家賃収入でまた返済をしていく、はい。じゃあそこの返済が終われば3件目を買うみたいなのをずっと雪だるま式でできるっていうことだね、はい。うんうんうん。こう考えるとエジプト法人を持つメリットっていうのはある、はい。エジプトの不動産1軒買って短期で売却して、はい、もうやめますっていう人は別に法人はいらないとは思うけど、はい、長期で考えてますみたいな人たちはすごくそういったことに関して、まあ、メリットは出てくるかなっていうところだよね、はい。さらに言うとエジプトの人たちで、はい、これ不動産は関係がないけど、はい、結構儲かってる会社、はい、IT 系だったりとかが多いかな、うんうん。そういう会社は結構、税率が低い国、まあ、ドバイとかそういうところで法人登記をしていて、はい、エジプトで上がった収益を結構その海外の方に逃がしてるみたいなのが多いね。まあここに関してはちょっとエジプト政府ももしかしたら今後何かしら、はい、そのタックスヘイブン対策税制みたいな形で、はい、メスは入れてくる可能性はあるから、うん、一概にはちょっといいか悪いかってのは言えないけど、はい、ただエジプトの人たちはそういうふうにやってる人は多いことは事実は事実だね、うんうん。でうちもなんていうかエジプトの法人の登記のサポートはしているし、はい、で銀行からお金を借りる時のお手伝いもしているし、はい、エジプトだけではなくて、はい、他にもいろんな税率の低い国、まあ、だからドバイもそうだよね、はい、ドバイもうち法人登記できるからね、はい、でうちは法人登記と銀行口座も全部セットですよ。そうでジョージアもそうだし、はい、まあ、アフリカの他の税率が低い国もそうだよね、はい、いろんなところもサポートはしているから、その単純な資産運用だけではなくて、はい、タックスプランニングも組み合わせをして、はい、エジプトの不動産を組み込んで運用していくと、はい、合法的な形で税金を払わないで効率よく資産運用するっていうのが、はい、ができるっていうところだね、はい。だから
その今質問いただいている方は、はい、質問の内容は間違ってはいないんだけど、はい、2件前しか買えないんだけど、はい、じゃあそれで2件で諦めてしまうっていう、どんではその先がなくなっちゃうから、はい、じゃあどうしたらいいのかっていうことを考えていくと、うんうんうん、よりこう、効率がいい運用ができるんじゃないかなっていうところですね。はい、勉強になります。